田駅にやってまいりました。来たよ。来ましたね。はい。まあ、今日何しに来たんですかね。今日は何をしに来たんですかね。今日はですね、駅から300歩じゃねえわ仙台マックスという企画をやるために来ましたよ。マックス。はい。仙台マックスというのが、第100回記念の24時間配信で行われた企画で、あれだ、はい、街中からの大きい数字を探すという。それはあのサイズ的な意味じゃなくて、桁数的な意味。なるほどね、OK です、はい、すごい経験者みたいな話し方してるけど、まあ、3年前の企画でしょ。そうそうだよね。いないからね。だから3年前、初体験ですが、まあね、この機会ですし、3年前からやっぱり街並みも変わったしね、はい、そうですね、あの東口も新しくなりましたから、まあそういうふうなこともありまして、ちょっと大きい数字を求めて、はい、ちょっと歩いてみようかと思います。よっしゃ、はい、で今回ですね、あの2チームに分かれて行うことになっておりまして、もう1チームの方とどっちが大きい数字を見つけられるかという勝負にもなっておりますので、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、負けないぞ。でしょ、120m、 なかなかいいんじゃない。いいっすね。3桁まだなかったから、そう日付とか考えると120、まず120発見ですよ。そうですね。うわ、まだ分かんない。まず叩きない。どこが中央値なのか。あーちょっとね、よし120、まずは120以上で、はい、いくぞ、どんどん上げていくぞ。あ、え、あ、あ、え、その下にここ、お400。すごい。来た。本当だ。来た。仙台開封400年。森が奏でる400年の夢ロマン。おお、ナイス、いい、ね、ナイス。この看板はすごい。400。いいぞ。仙台の歴史に感謝。感謝。感謝。400年の歴史に感謝。よし、じゃあ頑張って400以上をね。はい、頑張りましょう。適当に探していくぞ。あ、幸先いいね、この。そうです。このなんかチームワーク感じたよ今。ポンポンってきました。ね、次やっぱここはケイ君が見つけるとこでしょ。順番的にやっぱこうあるよ、きっと。見つけるぞ。大読みじゃねえか。聞けるよ。400以上か。もう一気に4桁とかに飛んでもいいんじゃないのこれはって感じするね。まあそうですね。ね、400以上。中国4000年の歴史みたいなのないか。4000。確かに、そうだね、そういう感じだったもんね、さっき。ちょ、お、え、あ、なんかなかなかじゃない。ちょっと、探して、ケイ君探して、ほらほら、これお4306。でかいでしょう。一気に10倍。中国4000年の歴史を超えた。いや、4000か。ここはどこだ。あ、ここはそっか、これなんか昇級試練どんぐりに座るずとか言う。別にいらない。あ、どんぐりなんだこれ。あー、どんぐりでしょこれ。確かにどんぐり。トリックアートみたい。記念撮影しときますか。
ビスになった。ビスになった。ビス。一人黙々と探してるやつは。え？頑張ってもらわなきゃダメじゃないですか。ドンピリターン。ドンピリターン。OK です。さあ、数字探そう、数字。ケイ君さっきポスト見てた。ホリエモンかな。どれ？うわー、でっかー。え、待って待って待って。1、10、100、1000、万、10万、98万619。わー、ナイス、ナイス、イエイ。これは勝ったでしょ。これはいけるでしょ。98万超え。これお金だったらもうすごいあれですよ。本当大金ですよ。でもちょっと怖いな。ちょっとあのポストだから、あ、他のポストも多分こういうの書いてある。確かにポストコードって書いてあるから怖いなと思うんですけど、まあいいよね。まあね、けた、すごいすごい。100万とかを目指さないと。100万、100万、ただ100万超えてくると、あの万の部分が漢字で出ることが多くなるんで、全部数字じゃないですからね。そう、そう、全部数字で。いや、行きますか。行きましょう。よし。電話番号じゃダメなんだよな。こっからあんまり攻める意味もない気がしてる。2桁ですよね、ラスト今日は。なんかの投資番号みたいなのですごい長いみたいな。投資番号、マイナンバーカード。だから確かに12桁だけど。出しちゃダメだよそれ。マイナン強いけどダメだよ。確かにみんなが持ってるナンバーではある。なんだろうね、数字か。何かの個体識別番号。お札、牛。牛ある。牛あるよ。牛あるけど、私講義で調べたことある。あ、自販機のなんか個体識別番号。牛かよ。すげえ暗いところに。暗い。待って待って。あ、ここ。おお。あ、こっち、あ、そっちの方が大きい。こっち側の方が。数えて。一、十、百、千、万、十万、百万。おお。273万9127。これは、これはもう100万の大台乗ったんで、これはいける、いけるでしょ。これはいけるのでは。すごっ。え、待って、何、273万。すごっ。すげえ嬉しい。これはもうから買っちゃおう。いえ、すげえ嬉しい。確かにありがたい。確かに自販機ですね。もうここに自販機があることに感謝です。ほんと、あ、桃桃子になっちゃった。かわいい。ありがとうございますという思いを込めて。はい、めっちゃジャラジャラする。買ったものは273万の美味しい白桃の水です。それちょっと語弊あるんじゃないですか。120円だ。違う、自販機が間違ってないじゃん。うん、まあ確かに、まあ、確かに、うちわかる。じゃないわ。でも相当な価値が、相当な価値がある。もう我々にとっては相当な価値ですよ。うん、100万超えは強いのでは。強いですね。173万超え、これは来たでしょ。これは負ける気がしないですね。273万超えるところなんてそうないよ。そうそう、まあ自販機ぐらいでしょ。ヒント言うのやめろって。はい、ということで、お、終わりました。